皆さんこんにちは、ミレジェンド小林です。今回はご自宅でもできるですね、ダンベルを使って太ももの裏側、ハムストリングとお尻をね、効率よく鍛えていくトレーニングをご紹介させていただきます。自重トレーニングの動画でもご紹介した種目と、ね、被ってくる部分は非常に多いんですけども、それでもね、ダンベルを使う分いろいろバリエーションが増えてくるので、そのあたりにも触れながらね、紹介させていただければと思います。まず第1種目目なんですけども、ダンベルレッグカールですね。レッグカールを家でできるのかと不思議に思う方もいらっしゃると思うんですけども、実はね、ダンベルがあればレッグカールの動作ができるんですね。で、見かけ以上に実はこのダンベルレッグカールしんどいです。負荷が強い種目ですので、ハムストリングを鍛えていきたい方にはおすすめの種目です。ただ、まあ、ダンベルをちょっとね、落としやすいので、ダンベルを落としてしまって、床がへこんでしまったりとかね、フローリング傷ついてしまったりとかね、そういうことのないように、マットとかね、クッションになるようなものをしっかり引いてやっていただくのをお勧めはしますけども、非常にいいトレーニングですので、ぜひチャレンジしていただければと思います。詳しいやり方については、別の動画を参照していただければと思います。そして2種目目なんですけども、これも自重のコーナーで紹介しましたけども、リバースランジですね。これもやっぱり自重で負荷が物足りないなという方は、どんどんね、ダンベルを使って負荷を増やしてやっていっていただければなと思います。コツとしてはですね、やっぱり負荷を増やしていきたいという気持ちが強すぎて、しゃがむ深さがね、だんだん浅くなっていってしまう方もいらっしゃるので、しっかりね、一定の深さまでしゃがめるようにしておいてください。おすすめは、後ろに下げた方の足が地面につくまでしっかりしゃがむというふうにもう決めちゃうことですね。下げるというふうに決めてしまえば、もう必ず一定のところまでしっかりしゃがめるようになるので、可動域がバラバラにならずに、しっかりね、負荷を上げていくことができますので、可動域が浅くなっていかないようにだけ気をつけていただければと思います。そして最後3種目目はヒップリフトですね。これもダンベルをね、股関節の上ですね、に、置いていただければ、どんどんね、負荷を増やしてやっていくことができます。まあ、ただダンベルが大きくなってくると、このね、腰骨に当たって痛いっていう方もいらっしゃるかと思うので、そういう時はね、クッションなんか下に敷いていただいて、やっていただくといいかなと思います。これも非常にいい種目なのでね、ぜひ継続してやっていただければと思います。今回はですね、ダンベルを使って効率よく、ハムストリング、ももの裏側とお尻を鍛えていくトレーニングね、3種目ご紹介させていただきました。ぜひ参考にトレーニングチャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。